はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、遊び人使ってますか？バトルマスターや踊り子、強い職業はたくさんあるのに、あえて遊び人を選んでるっていう人、少ないのではないでしょうか。俺もその一人でしたね。で、遊び人の必殺技で、パルプンテがあるんですよ。実はそのパルプンテが強いのではないかと思っておりまして、今日はパルプンテを検証してみようと思います。検証方法は100回使ってみるということですね。100回使ってみて、どの効果が出やすいのか、それを調べてみたいと思います。ちなみに効果はこんな感じですね。まずはこれですね。回復魔法陣が発動するというものです。回復魔法陣は HP そして MP を毎ターンごとに回復するやつですね。まあメギストリスの祝福、あれと変わらない。いや、あれの劣化版か。メギストリスは、攻撃力と防御力も上がるんですけども、この回復魔法陣は単純に MP と HP のみしか回復しません。続いてはこれ、流星が降ってくるってやつですね。全体にだいたい500弱ぐらいのダメージを与えることができます。耐性を無視して与えるので、まあ、確実にこれぐらいのダメージを出せるので、まあ中盤あたりまでは使えるのではないでしょうか。そして続いては冷たい風が発生するというやつですね。これがたまに敵を凍結して動かなくさせます。ボスにも効果があるみたいなので、意外と使える場所は多いのではないですかね。そして次、プレゼントボックスが降ってくるというやつですね。これダメージがちょっとブレがあるんですけども、だいたい1200から2000の間、それぐらいダメージを与えることができます。これ全体でおそらく無属性なのよね。なのでこれが出るとかなりダメージを与えることができるので、ボス戦でも雑魚戦でも使っていけると思います。そして次はこれですね。遠くで壊れた音がするです。特に何もない、外れとなっております。これが出ると結構残念ですね。そして最後ですね。やまびこが起きるというやつです。これがね、先ほど紹介した遠くで壊れた音がすると同じく外れです。何の効果もない。今回は2つ外れがあるみたいですね。俺が今回100回試したところ、この6個の効果を確認しました。もしかするとちょっとあるのかもしれないですね。でもまあ100回やってこれなんで、もうないとは思うんですけどね。昔のドラクエとかでは、全滅したりとか、敵が砕け散ったとか、なんかそういうのがあったんですけども、今回そういうのは確認できませんでした。それでは、パルプンテ100回使ってみた結果を発表します。よく発動するスキルから発表していきますね。では、一番発動するスキル、これです。回復魔法陣ですね。100回中39回発動しました。
まあ3回に1回はこれが発動すると思ってください。まあ実際のところ、これ 100% 全部使い切るので、それでメギストリスの祝福の劣化版っていうことなんで、ちょっとね厳しいですよね。こればっかり出るってなると厳しいですね。そして次よく発動するものはこれです。流星群です。100回中27回発動しました。これは5回に1回ぐらいですね。5回に1回ぐらいの確率で、流星が降ってきます。途中まではいいのよね。全クリするちょっと前ぐらいまで、まあ全クリするぐらいまでもいいかな。そんぐらいまではまあ使えるとは思うんですけども、クリア後ちょっと強いやつと戦いに行こうってなると、500ぐらいのダメージでは満足できないですよ。これもねちょっと微妙な感じですね。それでは次に発動したスキルはこれですね。冷たい風です。100回中12回発動しました。まあそこそこ発動するっていうところですね。で、冷たい風はボスすらも凍結して動かなくできるので、そこそこ使えますね。まあラスボスとかそこら辺は効かないとは思うんだけどね。道中のボスとかには、通用するみたいなので、これはなかなか当たりではないでしょうか。で、これ一ターンじゃなくて、まあ最後までは確認してないんですけども、まあ、6ターン、7ターン、それぐらいは全然持ちますので、これが出ると、まあ当たりではないでしょうか。それでは次に行きましょう。次に発動率がいいのは、遠くで何か壊れた音がしたですね。ハズレスキルです。何も起きないっていうスキルが100回中11回確認されました。まあ10回に1回だね。10回に1回ぐらいは外れるっていうことです。でももう一つ外れがありますからね、それはちょっと覚えておいてください。そして次ですね、次に発動しやすいのがやまびこです。その前が11回発動だったんですけども、やまびこは100分の6です。合わせると17回外れが出ます。100回中17回外れなので、まあそこそこ外れ率高いですよね。 17% 外れるっていうことなんで、パルプンってどうなのっていうところではあります。それでは最後ですね、一番発動率が悪かったのはプレゼントボックスですね。これがね一番発動しませんでしたね。100回中5回です。100分の5、もうかなりだね。 5% の確率でしか発動しません。でもこれが出ると強いよね。基本的に1999ダメージが多いので、このダメージはなかなかです。たまに1200ちょっとなるんだけどね、だいたい1999ダメージを与えることができます。これが出れば、まあボスとかにも十分ダメージ与えれるし、雑魚戦でもまあ全員倒せるんじゃない？ 2000 ダメージ与えれば。強いんですけども、5回かーというところですね。はい、ということで今日はパルプンテ100回やった結果発表していきました。実際、感想としまして、遊び人は別に使わなくていいと思います。パルプンテはね微妙ですね。微妙、当たれば強いんだけども、まず当たることがあんまりないというところなので、なんか運を上げるスキルとかそういうのがあれば使ってもいいかもしれないですけども、今現状だったらば本当にね微妙です。微妙。パルプンテが 100% 使わないならいいんだよね。 25% ぐらいでテンションが発動できればいいんですけども、今はちょっとおすすめは全然できません。攻撃面でも強くないのでね。はい、ということで結果はこんな感じでした。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。